ああ、なるほど、そういうことね。オッケーオッケー。あ、雲じゃん。あ、ショットガン系だ。おお。あ、配線捕まってない？捕まっとる。捕まってる。配線が捕まったんじゃない？シャットガン系だけど、あー、なるほどね。はいはい、理解理解。分かった分かった。取れる？なんかダメージ食らってる、ダメージ。あー、なるほどね。分かった分かった。了解了解。理解理解。ウィングダイバーがグヘヘな状態に、そういう趣味、虫相手は嫌だな。雲嫌なんだけど、うち雲ほんと嫌なのよ。ほんと嫌だ、雲。ユミでも嫌だもん。これ何、これ何、誰が何呼んだ、私が呼んだのか。あ、そうなんや。これ土の向き不向きあるね、ものによって。うん、最初レタス、何レタスって。これ捕まったらさ、ビーチダイバーさ、どうやってさ、あ、でもこれ威力強いかもしれない。あの巣を壊せるんじゃないんでしたっけ。そんなの、雲倒せばいいんじゃない。助けてください。それだけでいいの。何、箱、なんかネットに捕まった時はうんぬんみたいな、チャグ爆発武器以外でこう殴れみたいなフィックスがさっき出たんだけど、そんなの知らない、なんか燃やしてるとかできるの、知らないやいって。あそこにも雲にロケランぶち込んでるけど。ウィングダイバーどうした？待って、かかったかもしれない。大丈夫か？当たってんのかな、これ。なんか当たってるかどうかわかんないね。わかんないですね。これ当たってるかな。当たってる気はしなくもないな。これ死んでるわ。あ、こっちを使おう。よしよし。シンクロの位置を超えているというのが何を、何かよくわかんないけど言ってるぞ。あ、終わった。え、早かったな。あ、終わった。あ、射程に近いのか。うんうんうん。炎武器は弾切れしないけど発動条件満たさない。プレイヤーは脱出行動ができるって。脱出行動ってどうやってやるの。捕まった時に何か出るんじゃないんですか。ほうほう。何にも手に入らなかった。なんか爆発武器以外のもので撃てみたいな感じのことが出て、ティップスで出てたよ。へえ。それはあの他の人が助けるときじゃなくって。ミクシオ。あ、自分のときでもだと思うけど、捕らえられてても装備の切り替えはできるみたいな感じのティップスが。なんで爆発するんと爆発しないのを一個ずつ持ってけばいいような気もしてる。そうだね。してる。あせん？待って待って。失礼します。うん。武器レベル1出ないね。武器レベル0ばっかしだね。やっぱランク上げないとダメなんじゃない？ランクじゃないや。難易度？まあ、物語が。メタリウスの意図は捕まると引き寄せられる。助かるためには雲を倒すしかないだって。あれに当てるんですか。雲の糸に捕まったら雲殺すしかないらしい。ん？あ、本当だ。味方と合流。捕まえてきた対象を分かればスナイパーライフルとかを持っていくが。待って、なんだこれ。なんだこれ。ウィングダイバー流出した。これなんだ、これマシンガン。なんか微妙な気がする、これ硬くない、この雲。シャボン玉飛ばしてなんだこの武器。ああ、やっぱこれ、これなんか、これがないです。よいしょ、行くぜ。大生物がどこに。え、結構来てるね。助けて。なんか誰かが助けてって言ってるな。これ、パイセン狙って撃てばいいの。
助けに捕まっちゃった。行くけどどこにいる？上にいるっぽいけど。上にいる上にいる。どうやって助けていいのか。だって雲いなくない？雲いないけど助けんの？助けて助けて死んじゃう。でどうやって助ければいいの？もう助かった。全然。まだ敵かかってる。雲の巣、雲の巣当たり判定あるからやっぱり雲の巣を、あ違うな、これえ分かんない、全然分からん、なんも分からん。とりあえず雲を見つけて雲を叩いてるけど、おおおこれ違うのかな、この巣よく分かんない、まだ糸を使ってる、あなるほどね、もう一回フィニッシュだとダメってことね。これ一回降りて、で、これ読んで外番で打ってるけど、ついでにこれ読んだのか、助け方間違えてる気がするな。ちょっとなんか読みますわ。でしょ、なんかすごい間違えたような気が。にゃー、でもこれ飛べないんだぜ。雲がいる。ミシンやめた方がよかった。いやー、なんか怖い。なんか爆発してる。なるほど、危険だ。地球は危険だ。この橋が邪魔だ。ここ、横から来るんだよな。後ろに箱があると、後ろに箱があると、さりげにヒットポイントがもう81になって死にかけてるな。まあ前線で戦う人はしょうがないですよね。やっぱりこのこれ引っ張るか、水瀬さん引っかかってない？引っかかった。まだリロードだ。引っかかるかなと思ったら引っかかった。助けた方がいいんですよねこれ。助けを助け、これ当たってるの、これどどこそこダメージ低いのかな。みなせさんを助けに行くぞ。これ糸、あ、避けたよ、避けた、引っかかった、大丈夫大丈夫、シンプルに普通に雲に引っかかる、マスに引っかかるんだね。あれ次はパイセンが今度引っかかってるぞ。引き寄せられちゃった。あ、入ってくるやつね。あ、引き寄せられて雲の巣に当たって捕らえられてみたいな。あ、パイセン死んだ。死んじゃった。しょうがないね。あ、死んだ。おーおーおー、これ死んだのって蘇生できるのよ。近づいてみてください。あ、ありがとうございます。なるほど、救出ってできるんだね。蒸気レーザーを枯れていた。この雲の巣硬すぎな。硬い。硬い。みなさんがまだ捕まってる。やばい。雲に引っかかってる。衝撃武器ほとんどが。これどうやって助ければいいんですか。これ無理。助けて。え、どうやって。あの引いてる雲の本体を倒してほしい。あ、そういうことね。見えなかった。また来た雲。そうそう。やだ雲、本当やだ。よいしょ、助けようじゃあ。ゲームでも本当にやだ雲。あの雲の巣に引っかかるのと。はい、まあ別に、ありがとう。糸入ってくるやつね。あの赤い糸みたいのを入ってきて、うん、これに引っかかるとこっち側にどんどん、そう、引き寄せられちゃうんだよね。引き寄せられて、そう、あれ、あれ引っかかってる、もしかして。で、その引き寄せは雲をもう倒すしか手がないんだって。納得、うん、あれ、まだ引っかかってる。どこだ今 DMGT さんが引き寄せられてるんだけど、どこだそれを引き寄せてる元がどこだ多分ビルの反対側から引き寄せられて、あのビル、あ、いた、あらー、強くないこいつ。いや、もうその一体で終わりっぽいな。ちょっと助けに行こう、うん、え、どこだ、あ、いた助けに来たぞ。あ、いた。助けに来たぞ。どういたしまして。ナイス。どうすんだっけ。
タリウスが生まれたということはいずれさらなる返事一応リングダイバー以上の飛行型巨大生物が誕生する危険すらある。問題ない。地球を巨大生物が欲しにしてはならない。乗せて乗ぞ。え、後ろに乗ればいいのに。構造救助ボタンで乗れるらしい。何ボタンだろう。普通に E とかじゃない。E だった気がする。武器出なかった。E、なるほど。うんうん、フラグレムキだって。雲やだな。雲やだな。雲と戦うのやだな。あ、そう、武器変えなきゃ。武器出なかった。カードもやだな。巨大生物の巣が市街地の地下まで広がっているようです。チカドと支援要請できないで。なんと持ち込める乗り物も限られる。なるほど、それは困った。グレネード使う。これは困った。バーナー持ってってみる。これは困った。これは使えないでしょ、どう考えても。じゃあ、グレネード、砲兵隊も攻撃機も使えないのでは。あれどれだっけ、あれどれだっけ、あれどれだっけ、あれどれだっけ。あ、これか、インパルスか。これにしよう。洞窟内だとさ、爆発でみんな死にそうじゃない。狭いから。それは敵も一網打尽にできるということですよね。いや、味方もじゃない。レンジャーは回復アイテムを取ることで自分自身だけではなく指揮下の全員を回復することができる。よろしくどうぞ。すごい。あ、ダメだ、装甲車来ない。雷系持ってけばいい。雷系ってさっきのやばいじゃん。もう終わったじゃん。油断も来ない。キャラクター特性が終わった。終わったわ。あと任せます。なるほどね、そうね、反射するか強いよね。持ってくればよかった。痛い。航空機や砲兵、衛星攻撃が地下に届くと思いですか。バンカー攻撃ぐらいしてほしいな。バイクとグレネードさ、何このグレネード、めっちゃ遅い。何このグレード。そして雲もしかして万能説か。おなんかグレがグレじゃなかったわ。 EDF 足が遅いな。遅いな。さっきまで車乗ってたから余計遅く感じる。痛い。ちょっと待って、死んだんだけど。いきなり死んだが。大丈夫？大丈夫なの？痛い痛い。大丈夫かな。痛い。対策したいわ。このグレさ、本当意味なくない？前に飛びながらちょっと反則が上がって、ちょっと反応しないんですけど。天井の敵反応しないんですけど。なんで死んでんのパイセン。何もしてない。え、なんで？何ボタンで蘇生するのこれ。普通にいい気だと思う。いい、多分いいとかじゃない。いい気、いい押しても何も起きないよ。あれ、ああ、 R だ。 R リロードないの。 Q、 誰か蘇生の仕方を教えて。普通にいいだったな、私は。 R なのか。なんか歌ってない。だっていい。多分ね、あれじゃない、ほら。こい、そうだよね。体力がないからじゃない。誰か蘇生しに来て。プレハブ無理。ピンスお願い。ちょっと前出ちゃったわ。体力のね、4分の1以上ないとダメなのやって。まあ、帰ったじゃん。ああ、そういうこと。プレハブのヒットポイントがもう40しかないから蘇生ができないっていうこと。そう。了解。悪戦。移動。ああ、本当じゃ。交代する。よし、帰ろう。え、どう帰んのこれ。どう帰んの。あ、ミナスはいたじゃん。なるほどね。でも、多分グレネードも使わないなきっと。
ブレランは楽しいよ、クレポン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 投げるの。いいな。これ何？この赤いの。木は使えないわ。地雷っぽい。フレームはミサイルっぽい。ちなみにスイッチ版だとこの縛りがなくなって HP が2あれば蘇生できるようになってる。そうなんだ。ずるいな、スイッチ。どこに行ってるの？刺さんだ。痛い。そう、どっちが痛いよね。結構ね、どっち飛んでるからね。後ろからやったら痛い。あれ、あれ、あれのロケランってダメージ入ってんの？これバカス系は大抵入るでしょ。ごめん、うん、気にいるね。この方にいるね。ダメージ反対側にもいるけど。ナイス。巨大生物が強くなってる。ね、なんか挟まれてないこれ。ちょっと戻る。あ、みんないた。なんか後ろからも反応ない。雲だ。やだ、雲。後ろから反応あるね。ねえ、雲本当なんだけど、このゲームやだ。帰ろ。雲本当やなんだけど。気持ち悪い。倒すために来たんでしょうか。このゲームがあのクリアまでやられることはなさそうな雰囲気だよね。今回気になるとだからさ、あれ、これ、雲だ。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 全員こう、ね、可愛くなるって感じが。助けよ。ちょっと待って。あれ？倒してくれた。一旦後ろ進め。人がいっぱい来てるよ。挟まれちゃっててダメだっこ。そうなのよ。うん。敵の死体が邪魔でさ。うちも雲ってだけでダメだ。あれじゃない、リアルになっちゃうんじゃない？雲だ。難易度が。あの後ろの方になると。え、言うてでも。多分ね、グラフィックがいいからね。言うてでもこれはあれですよ。普通の雲じゃなくってハエトリグモですよ。いやー、一緒よ。一緒よ。雲には変わりないんだよ。アイトリグモの良さがわからないななんて。いや、わかんない。全然わかんない。困ったな。今回何もできない。何もできないわ。インパルスの弾は貫通するから大量に刺せると効果的よ。なんかね、うまいこと決まらんですね。リロード長いし。多分置いたやつが爆発してないんだ。あ、でも終わりそうな雰囲気。ちょっと箱集めよう。そろそろ終わりそうな気配がする。そうだね。あ、まだまだありそうな気がする。攻撃支援が受けられます。本当？どうやって地下に？ピョンピョンしてほしくないよ。あ、終わった。あ、終わった終わった。ナイスナイス。なんかアリコパは全然平気なんだけどさ。雲だけほんとダメだね。全然変わらないじゃないですか。注意ってことね。地下か、地下か、何にもできなかったな。これも地下？いや違うね、地上じゃない。嘘。あ、ほんとだ、地上だ。うんうん、じゃあいける。また雲なんだけど、やなんか違う。レベル1出た。あ、いいな、いいな。AF14RA。 いや、 OK。 強くなってるらしい。ひょっとしたらなんだけど、うん、ひょっとしたらなんだけど、あの特殊武器のバンナーを持ってると雲の巣に捕まった時にやすぐ逃げられるかも。わかんないけど。うん、うん、特殊武器のバーナー。特殊武器のバーナー、まあ、陛下によって持てる武器違ってきますからね。うん、出撃します。
あ、そういうことか。なんかバーナーっていうのがあったからね、装備したんだけどね、うん、なんか手元のね、うん、本当にガスバーナーをピュッてやるみたいな感じで、火炎放射器みたいな感じじゃなくてね、うんうん、手元にピュッて出るだけだったんだよ。なるほど。多分クモの巣に捕まった時ぐらいしか使い道がない気が。なんか経験者はバーナーはネタ装備だと申しておりますけれども。バーナーはネタ装備なの？そうなのか。なんだかんだこのライン。おいしょい。じゃあグレネードなるべく。やばいじゃん。クモラッシュだよルナちゃん。やだ本当に難しい。はいはい。行くだ行くだ。うち装備化するか。いいよ、ちょっと遠面にやったか、遠面に強いね。あまり見ない。どうぞ。あれでもさ、あれには雲いなかったっけ？ヘルダイバー？ヘルダイバーには。ヘルダイバーはね、あの高橋は大丈夫なの？いや。暗い。ヘルダイバーも意外とない。しかも結構リアルじゃない？意外とリアルだね。なんか早速あの片足は意外と嫌だったんだ。ここ攻撃に嫌だ巻き込んでしまった気がする。ただ糸吐かないじゃない。まだね。まあ糸吐かないね。あれが糸吐いたもん。糸吐くもんだっけっていう疑問があるんだけど。あ、ちょちょ口から糸吐いたっけっていう説が。ねえ、気づいたらヒットポイントが24になってるんだけど、なんで？なんでそんなに殴られてたかな？なんで気づかないんですか？目をつぶって打てば確かに。なんで減ってんのこんなに。別に何かに吹っ飛ばされてるわけでもないし。何かに吹っ飛ばされてたからじゃないんですか？ごめん、うちが吹っ飛ばしたもん。何かに吹っ飛ばされてたもんな。いやでも当ててないと思うけどね。いや、ぶっ飛ぶとさ、飛んでぐるぐるになるじゃん。あの飛んでぐるぐるは一度もないよ。うん、やっぱ糸じゃない？ああ、かもね。糸か、うん。糸でもダメージ食らうからね。あ、当たったのが、って。当たったらしいよ。当たったのか。あ、ね、なんか空からいっぱい来てるけど。空から？な、え？それでないか、目の前か。え、ふるかちゃんどこに行ったの？赤いけど敵の赤い方に行ってるけど。邪魔ですね、これは。なんかね、ノーマルだと味方のバッファーでね、ダウンがキャンされるんだって、うん、あー、ダウンしないんだ、味方の爆破で。多いね。じゃあ味方の食らってるんだけど、食らってるのに気づいてなかったね。それはな、その可能性があるね。それはなんかノーマルじゃないと吹っ飛ぶんだね。え、吹っ飛ぶとこ見たくないですか？見たみたい。いい、大変なことになるんじゃない？つまり自分ので吹っ飛んだの。えか、まだ移動途中。移動とというより、いやー、パックも気持ち悪い。こうやって極めるとさ、地下だから兵士は何で行って、地上だと銀の3でやって、うん、やってるかって、全部のクラスを鍛えることになるのかしら。どうなんですかね。あ、本当だ、できた、ありがとうございます。おいっとら、嘘、ちょっと待て、逃げなきゃ危ない、逃げなきゃ危ない。やばい、これは楽しいですよ。なにこれ、急にヘルダイバーが始まった。おっとっと、普通の戦車もかっこいいな。四兵が使える方がいいわね、さすがに。でもどれかを集中して強くした方がいいし、まあ、役割分担的なものも。使えないよりは使いたい方がいいけど、ね、使えた方がいいけど、うん、でも乗り物楽しそうだな。楽しい、愛車も乗るといいですよ。乗り物楽しそうだね。後ろ乗れますよ、ね、S
なの？ええ。どうやって？え、後ろに近づいたら。アンポット席に乗れるって。あ、そうなの？EDF の標準。変身によって使える機能が。EDF の標準戦車は機銃がない一人乗りだから自走砲って言われてるのだ。一人だけ。後ろとも楽しいよ。なんか飛んでるだけで楽しいよ。あんなにクモの巣に引っかかってんのに。いいじゃんいいじゃん。たた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 。あたたたたたたた。あと二人ぐらい。あと二人。この乗り物にこれ横になってローリングして移動するのが多分最速だよね。こんな気しますね。目の前見てないから怖いんだけど。もう終わるっぽいから発砲する。走る。じゃ。わあ。もう多分終わるね。させたらショットガンとか打ち込むと終わったかな。あ、なるほど。終わった終わった。乗り物は 3,4 人乗り回ると。今私乗ってるのが兵員輸送車だから一応乗せることはできるんですよね。お、フィクシオンレベル1。ナイス。これ楽しいけどな。難易度上げてみる。上げる。武器を選んでください。そうですね、武器も揃ってきましたし、いけんじゃないですか。上げてやばかったら。そう、ね、あれやばかったらまた早かったねっていう話で。こっちかもしかして。おうおう、なるほどね。あげちゃう。 OK。 そろそろ最大最大最大当たるダメージ 100% よ。え、普通では。本当？いけるいける。本当これ。ねえ、リフェカルキーだからインフェルノになってる。本当。さあ、新しい装備を披露するときは無理なんじゃない？多分ハードを想定してるけど、今難易度インフェルノになってたからね。クモ相手にはやばいらしいよ。難易度何だかやんのかしら。なるほど。雲だから近寄りたくないよね。あ、やったぜ、逆関節だ。やだ。これ内地化敵が早い気がする。移動が多分気のせいなんで。いやー気持ち悪いわ。どっちだろう、こっちかな。なぜこのゲームをやろうと言い出したり。やったぜ。え分からんね、なんだこれ。こっちか、向きが違うんだ。グリランカー。ロボットいる、ロボット青いロボットいるよ。ないんだけど、よいしょ。何これ、よいしょよいしょ。私よかっこいいかっこいい。うわ、火がもっさりしすぎ。もう。グレラン6発ぐらい当てても死なないけど、8発当てても死なないけど。もっさり。え、見なくてなんか倒れてない。あ、捕まった。お助け。あ、死んだ。え、じゃあじゃあじゃあ、もう一発から2人死んだ。ちょっと待って。いや。さん、なんか紫色のエフェクト出てるなと思ったんですけど、これ遠距離でやられてた感じかな。そう、糸にやられたんじゃない。あっ、何しに来たの。何しに来たの。救助しに来たら死んじゃった。ダメージが高すぎますね、これやばいね。高いね。上半身とか糸に触れたら終わり。インフェルの無理だって。まあそりゃそうよね。糸に触れたら終わり。それは無理だわ。慣れが必要だと。オッケー、分かった。ハードぐらいかな。いやいや、そうそう、ハードぐらいで、ハードぐらいで。
それでもさ、アーマー条件がさ、1644以下で武器レベル26枚だから、これは無理なのでは。でもいけるいける。まあいけるいける。私たちのアーマー241よ。ルナちゃん170よ。当たらなければどうということはない。そうそう、いけるいける。当たってるじゃないか、さっきも。怖っ。いや、まあ糸に触れたら割とやばいよね。ひたすら回避しまくるみたいな動きをしないといけないんですね。EDF はまずロケラン当てても死なないんだ。カードはノーマルだって。ノーマルはチュートリアルだって。あー、そんな感覚はなきにしもあらず。まあそうよね。マルチ補正があるからこうちょっとレベルが、レベル相手の強さが強くなってるところもありますよね。選んでいいかな多分。このレーザーランスも強いの欲しいの、まあ、多分あのミッションもどんどん進めていくのがいいとは思うんですよ、ね、コロコロで初めてるから。そうそう、コロコロ出てくるよ多分。レンサーはぶつかっただけで物体を破壊する。いい迷惑じゃん。何でも壊せるの？軽車両ほど、ん？違う。ガードレールなどの街のものはレンサーがぶつかっただけで壊れてしまう。個人差はあるぞ。ああ、確かに。うん。4人マルチなので敵の耐久と火力が約 2.5 倍になってる。なるほど、2.5 倍は結構辛くない。ああ、4人キャって 2.5 倍だったらなんかちょっと優しい気はしないでも。そうですか。え、わっか、この辺かな。おいちょ、うっそ、ちょっと今なんか爆発したぞ。なんだこの人、どっから来たの。イカタコさん、こんばんは。こんばんは、なんじゃ。 EDF 4.1 遊んどりますよ。なんか、空中飛びながら糸が飛んでくる。なんかすごいのが起きたけど、これは何？誰かの攻撃？あ、多分そうです。多分そうです。はい、佐々木さん、ありがとうございます。よし、今度こそ。またオイルが来た。あ、なるほどね。それを出せばいいんですね。中学校に注意してくれ。どこ？中学校どこ？どこ？おー、わー。ネオストライク。強くない？空爆そういうことか。強迫でじゃ、え、もう壊れたか。今さんのロボット大丈夫？もう壊れたか。なんで？え、誰がやった？壊れるの早くない？早すぎ。やっぱりハム人体も壊れそうだけど。え、皆さん、なんかもう体力ゲージはミニですよ。押し込まれてる。あ、いて。あ、ジムさんが。あ、死んだわ。え、なんで？あ、死んだ。やばい、捕まっちゃった。敵の威力は強いからじゃないかしら。お、こんなに違う？倒しきれなくてどんどん押し込まれてるね。ですね。いや、ちょっと痛い。今の二足ロボはちょっと癖が強いわ、やっぱり。これはどういう攻撃の？あのロボットは。なんか。あ、ルナちゃんも死んだ。なんか。下半身と上半身が別々の動きしててこの糸の上回避なんて無理じゃない。ひたすら転がるんですよね。ひどいことになってるけど。そうね、まあそうなるな。いや、ちょっとひたすら転がっても逃げ切れてないからなってるんだと思うけど、やっぱり一度ね、ま、勢いついちゃうとね、ま、いやー、うん、これ武器があるんじゃないか。やっぱノーマルだね。ノーマル。これは多分ロボが悪いな。ノー、そう、多分ね、武器のせいだと思う。どっちにしようかな。わっ、挑戦するの？オッケー。機動力大事だと思う。そうだね。よし。ねえ、イクシオンしかレベル1ないんだよね。言うてレベルが0と1、そんな変わ差がないんじゃないんです。そうなの、ね、
ジダイバー2もそうだけど、でかい虫怖い。カタクさん、そうだよね。虫をね、苦手な人がね、一人いるんだけどね、うん、あの、その子が今このゲームやってピッピ言ってて可愛いよ。なぜこのゲームやろうと言い出したし。なるほど。ピクシーのここなんかどこがいいの？どっかどっか？向きを選んでください。出撃します。ちょっと変えてみた。うんうん。食らいつかれても諦めるな。でこの盾持ってるキャラクターかっこいいよね。フェンサー。フェンサーだっけ。フェンサー、あの重装甲のやつですよね。うんうん。ガトリングっぽいの持ってるやつ、ね、武器が4つ装備できるやつ。難易度書いて書いてあったよ。なるほど。上級者向けらしい。水瀬さんが上級者っぽいところを見せてくれると思っていたのに。いや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 、いきなりはスラストか、スラストか、スラストまだ持ってないじゃないかな。これ出して、ね、その間にこれ打って、間違えた、これ間違えた、グレネード持ってきちゃった。火力高いからいいやと思ったグレネードだった。派手だなぁ、いいなぁ、派手でいいね。めっちゃ打ってる、すごい。この打ってるところに入れると入ると死ぬんだよな、多分。センサーはどうじゃん。センサーは操作が独特なので最低限動けるようにならないとほぼポンコツ。上級者向け。なるほどね。あ、移動範囲だけどグレネードだからどうしようかな。戦車の方がグレネードどっかどっか、はいいよ、建物壊せるし。ちょっと待って、うちのグレネードどっか飛んでたんだけど、待って、まだ飛んでってるのあれは射線が通らん。何なのか飛んでて、戦車はその場で展開。あ、確かに、あ、これはいいぞ、これはいいぞ、これはいいけど、うちのグレネードやばいんだけど、いらないぞ、なんだってか適当する気がしないよ。どうしよう。ねえ、当たんないんだけど。ちょっと待って。当たる距離まで近づくんですよ。ヘラヘラのグレード。え？このこのグレードを見てみて、これだけ。これこれ。外した。これよ。グレード。どれ？何それ？なんか変な光が。それグレード。グレード、グレード。そうよ。やばいじゃん、ゼロ距離で投げるぐらいしかできないじゃん。飛びながらじゃダメなのって。え、でも飛びながらじゃなくて少なくない？ホームランしてるの、ほら、持ってっちゃった。へぇ、ね、この向きこの向きがどっか飛んでっちゃうんだ。どんどん押し込まれてる。ちょっと、どんどん押し込まれてる。どこまで飛んでても登れんねーぞ。ち、え、え、なんで壊れた、壊れた、壊れたの。ブレーと、あとは何飛ぶ。あとね、ランス、フェーザーランス。逃げろ、痛い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 、死んじゃった。逃げろ、逃げろ、いた。糸がさ、無限に出てくるの勘弁してほしい。そうね、よくあんないんだけど、こんな糸見つけろ、見つけろ。だってローリング人も見つらなくなった。よくあんない、よくあんない。また早く今回あるから補正しに行きますわ。はい、ラチノさんがローリング。怖いよ。いいね、いい飛び方をした。あれ、ルナちゃん見失った。いた。隣隣。うん。ありがとう。近づいて。よし。早い。こう取りに行って。戦車は素直だったけど、DPS がちょっとな。ありがとうございます。なんかあれだよね。
いろんなさ乗り物のさ操作を覚えなきゃいけないから大変そうだよね、そっちの神野さんのキャラって。でもその分楽しそう。乗ってないとかなり弱いですよ。あ、そうなの。乗ってな、あ、だ乗ってないと、だってメインウェポン、サブウェポンどっちもなんかうんみたいな感じになってる。へぇ、癖がある。1回使ったら3分間使えませんみたいな。本体は乗り物なんだ多分。そんな感じ。壊れたら3分使えないの。なんか支援用の、なんだろう、さっきのあの榴弾呼びますみたいなのあるんですけど、1回使ったらクールダウンが結構あって、しばらく使えなくなる。ヒルダイバー的ミッシュで、そのクールダウンもちょっと長いと。みんなどこ行った、みんなどこ行った。他にもあるうち、だいぶ避けちゃった。戻るわ。ダブルなところに割と住宅街だから戦車通るの大変。壊しなくなっちゃっていいんじゃない、この辺。あのね、弾数あるんですよね。ちょっと待って、逆から来たけど。逆から来たけど。倒したら逆側が。ルーキーってなんだろう。ポイント？おいしょ。たまらない。千。それってリロードされるの？フェアレーダーの大きなさ。来ていく。よいしょ。当たらん。ああ、めっちゃいい。気持ち悪い。怖いです。死ぬわこれ。めっちゃ多いんだけど気持ち悪い。ちょっと。リンゴさん助けて。ちょっと待って。ちょっと待って。一回帰る。あ、こういう時こそ。こういう時こそ。え、あれってダメージあるんですか。どれどれ。あ、いや今多分ないけど。皆さん引いたんで。おお。いや、こういう時気持ち悪いんで。でも大丈夫。なんだこのフレンドリーファイヤーなかったから。なんだこのゲーム。この住宅街こそ焼き払ってきてください、銀野さん。あ、ダメだ。壊れちゃった。今こそ出番です。もう、戦車壊れました。にゃん。あ、銀野さんも。いや、激しいなぁ。行かない。あ、無理。無理無理。無理無理。でもエネルギーなくなっちゃう。そっか、まだ早かったか。楽しんで。これがハード。あれ、これナイトなんだっけ。ハードだっけ。ハード。ハード、ハード。一旦回復したいとかないもん、ナイト。ハードか。ないね、回復アイテムの量減ってるのかね。ないよね。ああ、それは見てないですね。ないない。でも箱はこれ発見器いっちゃったからもう補正ができない。うん、まあそいつも回復を探しつつ頑張って。一応白い箱落ちてはいい。はーい、頑張る。はーい、あと2人ぐらい。あ、本当だ、終わってる。ありがとうございます。可能だ、蘇生可能。頑張って箱集めるわ。じゃあこっちに白箱あるよ。ここ、ここを白。え、もういいです、いいです。終わるから、もう全部回収して。そしたら、あと1人倒したらクリアなんでは。そうそう。か。え、結構回復落ちてるね。箱を拾うしか。終わったか。あ、ここにアーマーがある。鉱石リロード。なるほどね。敵を倒す。クシャさん、参加希望ありがとうございます。超音速ミサイルテンペスト、超強そう。発射準備だって。それか、本当か。横しか回避できないっていうのはちょっとあれですね。あれだよね、前ダッシュ後ろダッシュ欲しいよね。後ろダッシュが欲しいな。わあ、ハンドラペ速度が強い。あ、やっぱハードなだけあるな。レベル17の武器手に入れてよ。レベルが上がっている。ハードなだけあるね。
ダリオが一番動きやすい気がする。ジャニーペックさん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。エアレーダーは2つまで装備可能ですが、さらにビーグルを、ありがとうございます。ダッシュは甘い。そっか、そうね、 EDF 隊員普通の人間だからそんなに簡単にダッシュできると思うなよということですね。なるほどね。新型ね、いや、レベル20だって強っ。 4.1 まではコロリン移動がデフォルトだからね。やっぱそうですよね。単独なんだろう。強いよ、無差別に破壊するって。反射玉2号っていう、あ、ごめんごめん、どうぞどうぞ。反射玉2号っていうさ、謎の装備をゲットしたんだけど、これ強いの？多分弱いよね。誰もそんなことは分かりません。使うしかないんじゃないかな。使ってみる？これをやるとクリハンも爆発武器しか持ってない。反射玉強いって？マジで？強いんだ。じゃあ使ってみよう。ちょっと待ってね。うん、はーい、はいはい、よろしくお願いします。入ってきた？よろしくお願いします。違う人。あ、入ってきた、入ってきた。オッケーオッケー、行きましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なるほどね、感触玉レンジャー伝統の武器だって。強いんだ。じゃあ感触玉は伝統、伝統の武器なんだ。なんかね、 50×30 で30発のなんかちっちゃい爆発いっぱい起こすっぽい。感触玉っていう名称だけど、別に感触玉なわけではないんですね。めっちゃ強そうよ。なんか至近距離で投げてショットガンとして使ってもいいし、角度をつけて全体破壊したりとか使うのって、うん、使い方次第っぽいね。そっか、んショットガンとは了解。至近距離で投げるとさ、自分で食らわない？使ってみる。そこはいい感じに投げるんじゃない？多分意外と持ってる人いるんですね。そうだね。地球防衛軍は5のイメージが結構新しいのもあって強いんですけど、感触玉は初代地球防衛軍から存在するまさに伝統の武器なんですね。使い込んだからね、強さが変わるんだって。ん？これだけ使い込んだからね。まあ、使い方次第いろいろ使うシチュエーションがあるわけね。うん、適当にやってても微妙なわけね。どうなんだろうね。むしろ子さんからしたら5が異色。見ますわ。地球防衛軍5を配信でやってる人多いんで、あっちの方がメジャーかなと思ってましたけど、いろいろ変わったんですかね。